ファンはギネスの結果待ちの際に踊りますので、ぜひお楽しみください。この後、開会式のスタートを飾るのはベルマーレチアのルーキスさんです。それでは、この後の UD ライブもお楽しみください。ギネスワールドレコーズ公式認定員の大森桃子です。ギネス世界記録は1955年イギリスで誕生しました。以来65年以上にわたり様々な世界一を認定しています。世界はあらゆる可能性に満ちています。一人一人の個性や情熱が世界をもっと面白い場所にできる、私たちはそう信じています。今日もこの場所で新しい歴史が生まれるかもしれません。その瞬間を皆さんと一緒に分かち合えたら嬉しいです。本日皆さんが挑戦される記録は Largest Sign Language Integrated Dance Lesson、 日本語で最大の手話融合のダンスレッスンの記録です。こちらは新規記録となり、達成するためには250人の方がルールに沿ってダンスレッスンにしっかりと参加することが必要です。それではガイドラインの概要を説明いたします。ダンスレッスンは手話融合の振り付けに沿ったレッスンの内容であること。レッスンは専門の講師によって30分以上行われること。レッスンの参加者はレッスンの最後に3分以上習得した内容を披露すること。なお会場の 10% 以上の方が途中で退場をしたり、最後のダンスを披露しなかったりなどした場合は挑戦自体が失敗となる可能性がありますので、皆さんしっかり参加してください。ルールは以上になります。ありがとうございます。それでは、これはもう始めて大丈夫ってことですかね。すごい、始めましょうか。はい。でも、安心してください。僕が今からやるのは体験レッスンです。はい。いつも僕のスタジオで教えている、そんな雰囲気でやっていきたいと思っています。固く考えればもう壊しても捨ててください。ゆっくり楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、始める前に紹介します。今回サポートしてくれる大川です。よろしくお願いします。はい、そしてポチポチといろいろ手伝ってくれるのは命です。はい、ありがとうございます。そして、レッスンのサポートをしてくれます、あちらリナです。よろしくお願いします。はい、そしてあちらナダカになります。で、上、2階ですね。2階のサポートをしてくれます。日向です。よろしくお願いします。はい、こういったメンバーで皆さんが安心して楽しめる、そんな環境を作りながらやっていきたいと思いますので、ゆっくりいい時間を皆さんで過ごしていきましょう。よろしくお願いします。
それではじゃあレッスン始めていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。価値はもうしてますか、してるんですか。あ、してるんだ。してるんですって、びっくりですね。ちょっと軽くさ、皆さん緊張してると思うからさ、ちょっと体ぐーっと伸ばしてさ、ほぐそうや。すごいね、すごいよこれ。なんかすごいよ、ワンピースのニコロビンの気持ちですねこれね。フルールだったらこうなる。ちょっとフルールだったらこうやって持っていいですか。ちょっといきます、いきます。フルー、すごいね。見た見た、ありったけですねこれね。ありったけのですねこれね。すごい嬉しい、ありがとうございます。待って、これ何も意味ないです。ありがとうございます。じゃあ早速、じゃあ今日のレッスン、もう星が2つもついてるんですけど、今日の流れを説明していきたいと思います。はい、これもレッスン入ってますからね。はい、ジンジン先生の手話ダンスレッスン、今日やること 1,2,3,4,5 個でおしまいです。大体30分くらいです、安心してください。はい、1、手話で始まりの挨拶、あ、これ大丈夫です、少なくて。はい、2、今日は簡単な体、そして手話をやるとき、初めてやる人はこれ多いのかな、指文字ってものを一緒にやって、体と指をほぐしていきましょう。よろしくお願いします。次、3、手話ダンスを教えます。今日教える手話ダンスは輪になって踊ろう。手話表現だと輪になって踊ろうでございます。これを一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。これは立って参加も OK です。そして私立つの無理ぽよって方は、ぽよは座って参加してください。よろしくお願いします。 OK、 次、これ覚えたものを4、みんなで踊りましょうでございます。踊る曲はもうね、最後見通し説明します。輪になって踊ろう、1番おーなったら10、9、8、7ってカウントダウンくるんで、そしたらまた1番に戻ります。おーおー、さわになって踊ろうっていう風の曲に戻りますので、1番を2回繰り返します。 OK ですか。1番の輪になって踊ろうを2回繰り返す、で繰り返し終わったらイエーイでおしまいです。はい、 OK ですか。で、私が教える時っていうのは反転ミラーで教えます。例えば皆さん、少し手をお借りしてもよろしいですか。僕がイオーってこっち出したら、皆さんは右手を出してください。そうですね、いいですね。次、イオーってやったら左手、次、はーいってやったら、そう、右手で、今のはーいってやったら、そうそうそう、左手、次、チャキンってやったら右手、かっこいいですね、皆さんね、いいですね。おほほほってやったら左手、そう、皆さん、お上品ですね、いいですね、グッとグッと、そういった様子で一緒にやっていきましょう。よろしくお願いします。 OK、 じゃあ今から手話でいつもダンスレッスンでやってる挨拶があるので、皆さんで一緒にやっていきたいと思います。いきますよ、僕がせーのって言ったら、今日よろしくお願いします。これね、これ手話を2つ目ました。これ今日っていう手話と、お花にグーで手を開いてお辞儀でチュスで、これでよろしくお願いしますになります。はい、一回で練習してみようか。挨拶の練習っておもろいね。いきますよ、せーの、今日よろしくお願いします。はい、目の前で上手ですね。いいね、いい、ベル上手だ、ベル上手だぞ、いいぞ、グッドだぞ、いいね。そんな感じでございます。本番一緒にやっていきましょう。いきますよ、せーの、今日もよろしくお願いします。いいんだよ、歩、声出してくれてありがとうな、ありがとうな、盛り上げてくれたんだよな、ありがとうございます。はい、挨拶おしまいです、ありがとうございます。今ね、すごいやってくれたらいいんですよ。今日のね、約束はですね、正しくよりも楽しく、これうちのね、スタジオと結構大事にしてることで、なんか踊りとか習い事ってやってると、なんか正しくやらないと怒られちゃうとか、なんか正しくやらないとダメなんでしょうっていう気持ちで来るんですよ。そう、いやいやいやみたいな、最初からそんな気持ちで来られると大変だから、もうここはまず楽しんでほしいんですみたいな感じなので、まず楽しんでください。その
と自分なりの正しさを見つけてやってほしいなと思います。そんな時間にしましょう。ではじゃあ今からですね、体と指文字のストレッチをやっていきたいと思いますが、ちょっと体指文字って言ったんですけど、指文字から一緒にやっていきましょう。次のページお願いします。こちら見えます？見える？ね、ちょっとね、簡単だからね、せっかくだからちょっと指文字やっていきましょう。はい、まずは皆さん利き手を出してください。そう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 、ね、50音で全部できます。あーからうんまで一緒に動かしていきましょう。はい、5から4つ出しますね。いきまーす。あーからいくと、あは親指であーです。そう、いーはいーで、うーはうー、そうそうそう、えーまるでぽー、うまいですね。いい、次、かーは、はい、2本出して中指倒します。その間に親指を入れます。これがかーです。ニヤニヤしてきますね。カーです。これね、なんかアルファベットで K が同じなんですね。だから見ると K っぽく、K っぽく見えます。カー、キーは狐のキー、ポンポンなんです。クーはこれ数字の9がクーです。ク、ケは逆にここでケ、ビッグバタックスのケですね。ケで、コーがコ、さ、カッコのコ、さあはさ、S です。しはカタカナのしっぽです。し、おろしてす。で、せは、勘違いしないでください。中指のお腹を僕入れてください。せ。せですよ。そう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 。あー、みんなきれい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 。せ。はい。そうはそれをそ、それ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 をそ、さしすせ、そう。はい、そ。え、そう、そうそう、次、たー。親指た。チー、ごめんなさい、小指当ててください。チーで、ツ、あいて、とはと、いいね、いいよ。な、に、ぬはぬ、ぬ、福ちゃん、ぬ、ね、根っこのね、のは、カタカナでのを書きましょう。の、はは、ハサミのは、ひは、一つのひ、ひ、ふは、カタカナのふ、次は、へ、ひらがなとして、へ、ほ、ほは、船のほだと思って、ほ、ま、はい、まあですね。ちなみにこれ、多分いろんな地方で手話あるんですけど、こうすると、マクドナルドになるんです。はい、これ、鉄板なんです。マクドナルドです。ま、み、み、む、めのむめ、もは、も、も、も、うん、そう。僕もとか、俺もとか、ももももってやつ。も。あ、お母さんの方も、よ、よ、わい、や、ゆうはゆう、よ。はい、らは無料空襲になります。あー、すごい無限を感じるね。らー、りーはりーかけちゃう。りー、る、れ、ろ、わ、も。で、うんが、さらで、カタカナのうを言います。うん。OK、これで50音です。OK、いい感じです。今から、正しくよりも楽しく、50音、一気にやってみましょう。ははは、いくよ。いきましょう。せーの、あ、い、う、え、お、か、き、く、け、こ、さ、し、す、せ、そう、た、ち、つ、て、と、な、に、ぬ、ね、の、は、ひ、ふ、へ、ほ、ま、み、む、め、も、や、ゆ、よ、ら、り、る、れ、ろ、わ、を、うん、拍手だ、拍手、ナイス。いい、いいよ、みんな。いいよ、皆さん、ぜひね。ね、いいです、いいです。そう、これがね、もうなんとなく、あ、やべえと思っても笑っちゃうし、できたら笑っちゃう。これ楽しく、楽しくですね。素晴らしいです。ありがとうございます。では、その調子でじゃあ、手をひらひらしてください。そのまま上にぐーっと上げていきましょう。そして、そのまま立ってみてください。立ってみて、立ちましょう。あー、背伸び、ぐっとぐっと。いいですね。あー、まあ、体をぐーっと。
い、チース、おい、おい、チース、おい、おい、チース、おい、おい、グッ、おい、チース、おー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 、チース、おい、オッケーです。オッケー、大体ね、この動きが結構多く出ますので、ちょっと覚えててください。そのままじゃあ、レッスン一緒にしましょう。次のページ行ってみよう。はい、手話ダンス教えますなんですけども、ちょっと歌いながらやっていきますので、一緒に覚えてみてください。最初、手をつないでもいいし、手をつながってもいいです。手をつないでもいいし、繋いでもいいしいただいてからの、次ぐらいか、じゃあ一回なんとなく次の次のページでなんかポン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 ってやつがあるから、平塚始発の後半、あ、それそれそれ、一回見通しに感じで最後まで見てみよう。真似しても OK です。はい、欲しいですよ、あるこれ、あるやってみっかじゃあゆっくりでは教えていくよ。今何分ですかね、行きましょう。行きます。最初、握っていただいてあっちにステップします。おーおーおーそうそうそう、そうそうそう、仲間集まって楽しもうの時は、この時はめっちゃ笑顔でお願いしますまあダメよ。まあになってまたまたね、なっちゃうでしょ。なので正解します。やばい。
上がった瞬間を感じることができたなと思います。皆さん本当にご協力ありがとうございます。で、僕聞くんですけど、今手話ダンス体験してみて、あ、結構楽しかったなと思ってるでしょ。嬉しい。ありがとうございます。それ聞いただけです。僕はもう満足です。幸せです。ありがとうございます。それではですね、今回ちょっとまとめていきましょう。皆さん今日手話で挨拶、今日よろしくお願いします。上手にできましたね。おめでとうございます。こっち、いいね。言ったら、よかったぞ。次、体、指文字、ストレッチ。皆さん、体はあるけど、ストレッチ、指文字、初めて挑戦してくれた人多いと思います。皆さん、これで、ね、自分の名前とか、からだけでも覚えてくれたら嬉しいなって思います。ぜひね、よろしくお願いします。ちなみにいやらしい話なんですけど、物販でも売ってますのでね。ぜひね、指文字を買ってね、帰ってください。よろしくお願いします。はい、ではですね、おりょうくん、次、手話ダンスを教えます。ねえ、もうほんとダンス経験もないよって、もう僕初めましてだよって人もいる中で、こんだけ一緒に踊ってくれるって、めちゃくちゃみんなのノリが良くて本当嬉しかったです。ありがとうございます。協力いただき感謝です。それでは次、みんなで踊ろう。めちゃくちゃ良かったです。すごい、なんかみんなで手話とダンスで一つになれて、こういうことなんだなと思える本当に場所でした。はい、どんどんと広げていきたいなと改めて感じれた瞬間です。それは皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。皆さんもすごくかっこよく踊ってくれて本当に楽しかったです。ありがとうございます。では手話で終わりの挨拶、最後に挨拶をして終わりです。どうしたの、夜聞こえない、あれか、電池切れ、あ、電池切れか、違う、壊れた、壊れた、アキちゃんのママさんいますか。アキちゃんのママさん、なんか壊れた、補聴器が壊れた。じゃあ一回、じゃあ挨拶終わったらママのとこ行こうか。 OK、 よし、そうしようか。 OK、 じゃあ最後に挨拶をして終わりにしたいと思うんですが、皆さん挨拶の方法は何だっけ、いつもやってるの、今日ありがとうございました。そうですね、ウォーカーはね、左利きなんで自然にこうなってるんですけど、はい、皆さんね、こちら左手でアイリンボクシングで、ママシュワッチしていって、ママこっちで飛んでありがとうです。これでですね、今日はありがとうございましたを、はい、皆さんで感謝を込めて一緒にやって終わりにしたいと思います。それでは皆さん、今日一緒にレッスンしてくれて本当にありがとうございます。今日でこれでこのシュワダンスレッスン終わりにしたいと思います。いきますよ、せーの、今日もありがとうございました。それではレッスンおしまいです。ありがとうございました。チュー、ありがとうございます。それではこのままですね、この手話ダンスレッスンが終わった後、転換をしながらゲストライブですね。この後ですよね、審議があるんですね。で、1時間ほど審議をして結果発表になります。なりますので、それまではゲストライブ見たりとかして楽しんでほしいなと思いますので、そしてよろしくお願いします。そして今回ですね、特別にというか、やってくれた、このギネスやってくれたですね、この出演者がいるんですね、アイリスさんです。紹介しましょう。次、ゲストショーをやるアイラビッツさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、裏手の方で。大丈夫です。あ、そう。ありがとうございます。それではじゃあ、そのまま次のライブに行きたいと思います。が、じゃあ、命これ後ろ下げちゃうか。それではじゃあ皆さん、改めてありがとうございました。じゃあ次のライブをお楽しみください。よろしくお願いします。結果がね、好きだよ。でも心に残りました。本日、この会場で手話最大の融合のダンスレッスンという記録に挑戦されました。記録を達成するためには、標準記録の250人を超える必要がありました。
審査が完了しましたので結果を発表いたします。本日こちらの挑戦会場で手話融合のダンスレッスンに参加した人数は694人で、見事ギネス世界記録達成です。おめでとうございます。皆さん、ありがとうございました。
こちらは一応手話カフェの方にみんなが見れるように手話カフェの方に飾らせていただきたいなと思っておりますので、ぜひね、いつかまた手話カフェで会って、あの時もうレッスン分かんなかったよとかレッスン早いよとかさ、いろいろなんか文句を後で聞くんで、ぜひね、一緒にぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、時間はですね、まだまだ、あるんですが、こちらこの終わった後は、物販ですとかいろいろ放課の方のカードもありますので、お疲れ様を兼ねて一緒にぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。それではじゃあ、みんな写真撮りたいね。これ撮って写真撮ろうよ。ラスト、皆さん写真撮る体力あります？ある？ただこれ撮ってさ、写しましょうよ。俺のスマホないよ、そんなに。あ、これ、ここだ。